ヒーローインタビューです。今日のヒーローは先制のツーランホームラン石川遥輝選手、そして日本球界初勝利村田徹投手です。まずは石川選手、ナイスバッティングでした。ありがとうございます。3回勝利を後押しする先制のツーランになりました。まずあの場面振り返っていただいてもいいですか。まあ、カウント有利になったので、甘い球だけ絞って、強いスイングを心がけました。その強いスイングで打球スタンドに吸い込まれました。感触いかがでした。まあ、まさか行くとは思ってなかったので、僕自身もびっくりしてますし、本当に、嬉しい一打になりました。そうだね。昨日から打順が1番から2番に変わりました。打順変わっても西川遥輝というところを見せてくれたと思うんですけども、そのあたりいかがですか。まあ、2番という打順は本当になんか僕の中でもすごい難しい打順で、いろいろ考えてしまうんですけど、何も考えずにシンプルに、打席に入ろうと思いました。その中でもバッティングの調子、徐々に打率も上がってきています。いかがですか、調子は。まあ、昨日バントもできなかったですし、チャンスを受けないだったり、本当にいろんなミスがあって、自分の中で本当にフラストレーションが溜まっている状態で、今日の、ホームランで、吹っ切れたんじゃないかなと思います。そして今日のマウンドには初勝利を目指す村田投手が上がっていました。センターから西川選手はどういうふうにご覧になりました。いつも本当に、いいピッチングを、外野から見ていて、なんとか勝ちをつけたいなというのは本当に思っていましたし、むしろちょっと遅かったんじゃないかなと、思います。では西川選手の後押しを受けて初勝利を挙げました村田投手にお話伺いたいと思います。まずこの大拍手です。初めてのお立ち台だと思います。どういうふうにこの景色見えていますか。そうですね、やっと来れたというか、何でしょう。ありがとうございます。2008年にプロのキャリアを始めてここにたどり着いたのが10年目です。どんな今思いが一番込み上げてそうですね、たくさんの人に応援してもらえる、ありがとうございました。今日の相手は、自身もプロのキャリアを始めたジャイアンツが相手でした。そのあたりどんな思いを抱いていました。そうですね、本当、プロの世界でやるために気づいてくれた、僕の大事な3年間でした。本当、結果を出して、お礼をしたかったです。この初勝利がいい恩返しになったんじゃないですか。そうですね、まだ始まったところです。まだまだ結果を出して、シーズン終わって、恩返しができたということになれるように頑張りたいと思います。この初勝利のボール決勝と思います。今お持ちでいらっしゃいますか。ぜひ見せてください。このボールどうしますか。そうですね、やっぱり応援してくれた両親に送りたいと思います。やはり感謝の気持ちのもすごくありますか。そうですね、やっぱり結果もつれなくて歯がゆい気持ちでした。その中でも応援してくれた、家族や仲間に本当感謝です。そしてファンの皆さんはこの初勝利をきっかけにたくさんの
村田投手のいいピッチング指導してみたいと思っています。これからどんなピッチング見せてくれますか？そうですね、長いまだまだ短いイニングでチームに助けてもらってばっかりですけど、自分が引っ張るっていうぐらいのピッチングをしていきたいと思います。チームはこの後1週間北海道を離れます。その間もファンの皆さん本当に応援してくださると思います。ぜひ最後にお二方からメッセージをいただきたいと思います。まずは西川選手からファンの皆さんへお願いします。本日は、本当にたくさんのファンの皆さんの応援のおかげで、勝つことができました。本当にありがとうございました。交流戦残り、6試合、ミスターで戦ってきます。皆さん、北海道からも声援よろしくお願いします。では最後にグラフさんからも改めて自己紹介などもジャブルスね。いや、大丈夫です、大丈夫です。そうですね、まあ、オールドルーキーの村田です。まだ一生目ですが、これから続けるように頑張っていきます。よろしくお願いします。この日のは西川遥選手、そして村田智也選手でした。本当にありがとうございました。初勝利となりました。さあ皆さん、ファイターズのビッグバン一緒に